まず平田さん、はい、代表作でご挨拶お願いします。いっちゃう？お、いいですか？チョッパー、一つ覚えておけ。女の嘘は許すのが男だ。イエーイ。最高っすね。平田さんはなんかずっとふざけてんのにあのセリフの時になると、はい、めちゃめちゃちゃんとやるから三次役でおなじみ平田博明さん、最近なんと長年抱いてた夢が叶っちゃったということで、ずっとキララ役やりたかったの。キララ役、キララ役、はいはいはい、鎌倉殿の13人を大河ドラマで出させていただいて、あ、あ、見ましたよ僕。今初めて聞いたみたいなリアクションしたけどお上手で本当に瞬殺だったんだけど、登場して一言言って二言目言ったら切られたんです、早くないですか？すごい人に切られてましたよね。佐藤浩市さん、すげえ。佐藤浩市さんに、かずさのすけ、はい、はい、木村すばるくんも、出てました。木村くんの方が瞬殺でしたよ。あ、早かったですか？早かったです。木村くんはあの紹介されて、はい、あの なんとかさんですって紹介されて、次のカットでその後亡くなったみたいなあのナレーションで処理されてました。切られたわけでもない、切られたわけでもない。なんすか、声優さんが出ると瞬殺されるってのあるんですか？徳井さんの代表的なセリフでご紹介お願いいたします。はい、来ます。ニッコニッコニー、あなたのハートにニコニコニー、笑顔届ける矢沢ニコニコニコニって覚えてラブニコ。かわいいな。もう2度目の登場、徳井そらさん。徳井さんはあの、まあ、声優もあのすごいんですけども、他にまあ歌手活動したりとか、はい、あと漫画ね、あ、そうなんですよ、書かれたりとかやってるんですけど、また新たなジャンルになんか挑戦されてるということで、はい、なんとですね、あの先月小説家デビューしまして、あの短編のオムニバスなんですけども、はい、めっちゃ真面目に恋愛小説を書きまして、すごい、なんか本当ちょっとあの偏見なんですけど、なんか文才が全くなさそうなんですけど偏見です、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 初めて書いたんで、ぜひよかったら読んでください。気になるな。気になるのね。続いて小清水さん、はい、代表作でのご挨拶お願いします。はい、つまびくは荒ぶる調べキュアメロディー。プリキュアだ、プリキュア、プリキュアさんだ。キュアメロディーを演じた小清水亜美さん。あのプリキュアというシリーズがこう始まるより一つ前の作品で声優デビューをさせていただいてまして、あの明日のナージャっていうのでナージャ役をやらせていただいてたんですけど、あのスタッフの皆さんもほぼほぼ同じだったので、元気にやってますってところ見せようと思って、久しぶりに親戚のおじさんに会いに行くみたいな。大きくなったねーなんつってこんなんだったのにねーって。そんなちっちゃくはねー